ヤッホーございます。ベリミニのパンを買いにチクダクダイナ来ました。今日はですね、何日や、2月9日の日曜日なんですが、到着したのが10時20分で、先ほど数えたら人数をこう一人一人数えていったんですよ。そしたら69番目でした。69人全員が買うかどうかわかんないですけど、今のところその特にラインカットの宣言とかされてるわけじゃないので買えるとは思います。ただスペシャルセットを店内で食べるには相当待たなあかんっていう前情報がありますので、持ち出しにして外で食べようかどうか迷ってるんですけども、今日いかんせん外寒いですよね。めっちゃ今何度やろ、ただいま5度です。寒いので外で食べたくないなと思うんですけども、外しか空いてなければ仕方ありません。はい、以上です。ただいま12時16分、ようやくここまで来まして、あと5、6組ってところでしょうかね。店内で食べる、いわゆるイートインするには、なんかこの辺で待っておくような感じらしいです。もうすぐミニーさんのパンにたどり着きます。来ました、ミニー様。ちょっと反射しますけど、でもう一つこれをビリビリミニスペシャルセットをいただきます。めっちゃ作ってる、おめっちゃ作ってる、直してる、どこ持っていくの。やばい、ソーセージが美味しそう。ヤッホーじゃないやん。はい、ということでやっと席が回ってきまして、今何時かな、イミイミの13時13分です。やっと席が回ってきまして、カウンターですけども座ることができました。で、頼みましたのがこちら、チクタクダイナのベリーベリーミニスペシャルセットですかね。で、スペシャルセットのドリンクはコーヒーをオーダーしました。で、取り皿もつけてくれてます。さあ、そして肝心のこちら、じゃじゃん、ミシカのミニさんです。カード結構意外とね、ちゃんとしたカードになってるんです。ペラペラじゃなくて、あ、裏はチクタクダイナのロゴマークが、ホテルのルームキーぐらいなハードさがあります。ええ感じです。で、このランチケースと、トートと、まあもうイツベリーワールドですね、これ。じゃあケーキ入刀いきます。まず蓋をパカンといきましょう。おー、ベリーベリーIt's very miniで、これを半分に分断します。で、よいしょ。で、これをですね挟むんですけど、サンドします。じじゃーん、こんな感じで、こんな感じでいただきます。美味しそう、お腹空いた、美味しい、生クリームいっぱいや、もうこれパラダイスです。で、王冠なんですけども、これがミシカのこの部分の王冠です。それを再現してる感じです。なかなか成功にできてます。じゃあ半分に切ります。あ、硬い、意外と硬い。おー、中はなんだこれ、カスタードクリームかな。すごい、よくできてる。すごいすごい、これはなかなかいいですよ。見た目もよし。食べます。おいしい。じゃあ続きまして、こちらのパンを、じゃじゃーん、はい、いただきました。いただきましたじゃない、買いました。ちょっとそちらに置きまして、あかんべー感がほんと半端ない。じゃあとりあえずリボン取りますか。あ、取れた。まずおリボンいただきます。なんかしっとりしたクッキーって感じ、美味しい、うん、この辺からじゃあ食べてますね、うん、もういただきます。パンがパサい。味はストロベリークリーム的なやつです。うん、美味しい。耳をもぎ取られて、顔がまん丸になってます。
では続きまして、いよいよ核心に迫ります。推しの顔面を真っ二つに割ります。こんなことやってるから抽選当たんねえんだよ。待って待って待って、なんかえぐいな。絵がえぐい、はい、バカーね。中はストロベリー的なソースっぽい感じです。この断面なかなか興味深いね。ちゃんとほら 下がさ、この中に入り込んでんの、皮膚の中にね、うん、パンはやっぱりパサイです。はい、というわけで美味しかったです。ちょっとやっぱパンはパサいんで、一人でこれ全部食べるのはしんどいかな。2人か3人で食べるぐらいがちょうどいいかと思います。あのスペシャルセットの生クリーム鬼盛りは最高でした。あれはあのおすすめです。じゃあバイナラ。